イオンタウに明石は兵庫県明石市二見町にあったショッピングセンター。イオンタウンにより運営されていた。JR 神戸線土山駅の南約800メートルに立地する。この地にはもともと東洋宝石の明石工場があった。工場の閉鎖、解体後の一区画に1990年4月12日に大英によってハイパーマート二見店が開業。 1992年には別館を建てられたが、兵庫県西部で大型店の開業が続いて競争が激化し、売り上げが低迷。当初は別館閉鎖で維持費を削減し本館は、テナント導入で活性化を図ろうとしたが、最終的に黒字化が困難と判断。全館閉鎖に踏み切り、2002年8月31日をもって閉店した。ハイパーマートの退居後は、 カルフール赤市が2004年1月23日に開業したが、周辺への競合店の出店もあり、売り上げが低迷し、黒字転換が困難と判断。2007年1月10日に閉店した。カルフールの退去後は、同じイオングループのイオンリテールに運営上とされ、2008年10月3日に、マックスバリューを中心としたイオンタウニアカシショッピングセンターとして、 リニューアルオープンした。オープン前の歌唱はイオン赤石ショッピングセンター。マックスバリューは西太美店。施設改装に伴い、新たに館内の中央に2階と1階をつなぐエスカレーターと自動体外式所再動機が設置された。また、中央南側の道路沿いには出入り口、段差をなくしたスロープと階段、駐輪場が設置された。なお、 ハイパーマートとカルフールの特徴であったオートウォークと呼ばれるスロープ方式のエスカレーターはそのまま残されていた。当時近隣にはマックスバリュー西日本によるマックスバリュー東二見店があったがイオンタウンに移転に伴い2008年9月25日をもって閉店している。2011年11月21日には運営会社がイオンリテールからイオンタウンに移管され、 名称も現在のイオンタウンに明石へ変更された。2014年12月31日に運営会社のイオンタウンが退去に伴い閉店した。関西圏で初出店の双葉図書がオープン当初より営業していたが、2012年10月25日に閉店した。ありがとうございます。